何ですか、先月の、はいはい、先月ですね、先月の8月1日が誕生日だったんですよ。おめでとうございます、ね、1ヶ月分ま、ね、1ヶ月経ったんですけど、そうですか、まあ、もうちょっと拍手が来るかなと思ったけど、いいんでしょ別にね、1ヶ月前だし。そうですよね、そう先月言えた話ですよね。そうですよ、まあ、でも先月ね、僕バイトしちゃったんですよ、その誕生日のまたぎで。何歳だったんですか。コンビニで夜勤で38なんですよ。38なんね。4月31日からの夜から8月1日の朝まで、まあまあ、バイトして過ごしたわけですよね。またいだわけね。で、びっくりしたのが23時ですよ。11時夜のまだ1時間、あと1時間で37歳ですよ、まだ僕はね。レジでお客さんが持ってきた本があるのね。で、それびっくりしたんだけど、自己啓発みたいな本で、そのタイトルっていうのが38歳までにするべき3つのこと、それを俺だし。なんで客に突っ込んでたよ。俺だろ、だってあと1時間しかないわけですよ。読めないから。するべき3つのことを無理だろ。客が来るから俺は読めないでしょ。本当に俺が今やんなきゃいけない納品発注品出しなんて。コンビニ業務だから。やらなきゃいけないから。本に書いてないから。言えなかったから、38歳になった後でパッと見たら大したこと書いてないけどね。自己啓発なんてしないな、もう。くだらないこと書いてない。休みの使い方が要は大事です、人間はみたいな。あんたは休み有効に使えてますか。いや、そんな吉田さんはどんな休みの過ごし方してるんですか。普通ですよ、だからお酒を飲みながらボーイズビーを読むって普通の。お前気持ち悪いぞ、だいぶ。ボーイズビー分かります。恋愛漫画ですよ、昔の。あれ現実的にないからね、あんなこと。分かってるよ、そんなものは。お前お前だって読ませたじゃないか、ボーイズビー。読まされたわ。ボーイズビーって漫画があって、その中で一つ話があってね、高校生の主人公が夏休みね、マラソン始めるんですよ。ね、マラソン始めて、なんか公園で美少女にね、おはようございます、挨拶されるシーン。爽やかなシーン。これが漫画ですよ。現実、僕も真似したんですよ。ね、夏休みの朝、そのうち高校生1年生ね、公園を走り始めたら、よくわからないジジイに、お前誰だって言われたんですよ。友達以上恋人未満の関係があった子がいたんじゃないですか。ねえよ、そんなこと。お前ないのか。それはお前みたいに比較的整ってる顔のとか友達以上恋人未満もあるだろう。別にそういうことじゃなくてね。この顔よく見てみろ。なんだこの懲役3年以上5年未満みたいな。なんて、あれが懲役3年以上5年未満みたいな顔だよ、お前。何も言ってないけど俺。俺がやった最近悪いことはな、なんかあの品川駅のなんか湘南新宿ラインクリーン車の1階部分からパンチラ狙ったホーム見てるだけだ。変態じゃねえか。低いから見えるな。引いてるじゃねえか、おい。本当お前が見えるって言ったと。どういうボケだよ。じゃあ、あなた38歳になったんでしょ。いや、これから楽しい休日過ごせるような恋愛すればいいじゃないですか。そのこと。俺がそんな楽しい恋愛ができると思うか、お前。なんでだよ。この前コンパ行った時になんかカラオケ行ったんですよ。そしたらイケメンがね、平成ジャンプ歌って、その後に俺がちょっと古い歌歌ったら、俺昭和ダウンって呼ばれたんですよ。どんな対比させられてるの。38歳ですよ。38歳なんだよって女の子に言ったら、意外だけど興味はないって言われたんだよ。この言葉はいじられてるな、お前。女もちょっとフォローするわけですよ。でも吉田さんはもうちょっと痩せて、もうちょっと目をパッチリさせて、もうちょっと背が高かったらいい。それ俺じゃねえよ、もう。そうじゃねえかよ。一応フォローのつもり言ったんだろう。ないじゃな。あと思いながら家帰ってくる途中でさ、家の近所で高校生がイチャついてやがって、なんかポロッと話す一言聞こえてきたりして、大好きがいっぱいだよとか言って、うわ何それ。